ということで FKFC 久しぶりの、今回はクラブ解説やっていこうと思います。はい、はい、今回で13クラブ目になりました。ファジアーノ岡山やっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、で、まあ、紹介動画をね作ったんで、また、まずはこちらからご覧ください。どうぞ。ファジアーノ岡山は1966年に設立された川崎製鉄水島サッカー部が前身です。1975年サッカー部 OB によって新たにリバーフリーキッカーズが結成されます。その後1995年に本拠地を神戸に移してヴィッセル神戸として新スタートしますが、当時のほとんどの選手は川崎製鉄に籍を置いたまま出向という形でヴィッセルに所属していたため、翌年にはほとんどの選手が岡山に戻ることになります。その時選手の受け皿になったのが岡山に残ったまま活動を続けていたリバーフリーキッカーズでした。そして2003年リバーフリーキッカーズを母体としてファジアーノ岡山 FC が誕生します。2009年から J リーグに昇格して、それ以降はずっと J2 を舞台に戦いを続けています。ファジアーノはイタリア語でキジを意味し、岡山が舞台とされている桃太郎でキジが活躍したことに由来しています。ホームスタジアムはシティライトスタジアム、収容人数 15,479 人、チームカラーはファジレッドと言われる少し暗めのシックな赤、チームマスコットはキジをイメージしたファジマルくん。現在は J2 から虎視眈々と J1 昇格を狙って奮闘中のファジアーノ岡山です。はい、ということで、見てもらいましたけど、ちょっと驚いたんですけど、もともとヴィッセルと一緒だったんですね。びっくりしたね、これ。これちょっとね、衝撃でしたわ。ね。うん。いや、こんな歴史があったんだって知らなくて。で、やっぱりその、もともとの、川崎製鉄、うん、水島サッカー部、元が一緒なんで、その、岡山と、神戸のダービー戦が、ちゃんとね名前がついてるらしいんですよ。川鉄ダービーっていう名前がついてるらしくて、ヴィッセルが一回 J2 に落ちてた時に、そう、岡山と対戦してて、でその時に実際この川鉄ダービーみたいのやっぱ使われてるらしくて、はいはい、そう、だからこの辺がすごいちょっと調べてて、ね、面白いポイントね、ちょっとそれは俺もびっくりした。そうなんですよ、うん、でさっき俺 LINE に送ったんですけど、1995年に川崎製鉄サッカー部が、まあ、神戸に移動してヴィッセル神戸になりましたと、うん、でその時にまずその初期の選手ですよねが、まあ、席を岡山の方のに置いたまま出向っていう形でヴィッセルでもプレーしてたらしいんですけど、うん、その時の初期 のメンバーというかを羅列したやつをさっき画像で送ったんですけど、これね、そう、知ってる選手いました？誰もいないっすね。あ、いるんだ。いない。いない。いないですよね。さすがに俺もね、ちょっと分かんなかったっすわ。でも多分1995年、うん、とかってヴィッセルができた時って、あの選手来てましたよね。ラウドループ。ラウドループ。がいた、確か最初にいたよね。確かまだ JFL の時に確かラウドループが神戸に入ってた記憶がある、ね。あ、そうですね。確か。ああ、そうだったっけか。最後、最後、JFL 最後の時だったと思う。とかだよね。多分94があれで95は、97年に、うん、J1 に、J1 というか、多分 J1 じゃなくて J リーグに、ヴィッセルって1チームで入ってるんですよ。うん、確か、うん。その時はラードルップ行ったんですよね。だから96年に来日してるんじゃないですか。ああ、そっかそっか、うん。じゃあ、ひょっとするとこの選手たちはほとんど一緒にプレーしてない可能性もあるね。あ、でもいるわ、ちゃんと。いるんじゃないですか。あ、いるわ、何人かいるわ。7年までとか。岡山、まあ、みんな多分ツアーで行ったことありますよね。まあ、フィンさんに連れてってもらいました。あ、一緒に行ったね、そういえば。行ったっす、うん、はい。クレイジーママ2。
やだ、懐かしいな、もう何年も行ってないな、うん、ちなみにその岡山の前身がリバーフリーキッカーズっていう、うん、はいはい、OB によって結成されたチームらしいんですけど、ここの本拠地っていうかもともと倉敷でだったみたいなんですよね、岡山市じゃなくて、うん、倉敷とかって行ったことあります？倉敷は俺修学旅行とかで行った気がするな。え、中学のですか？いや、高校の。あ、高校のが倉敷なんです。だから30年前だな。あの、あれですか、美観地区とか行った感じですか？なんかあの辺行って、広島から岡山、関西みたいな、あの、修学旅行で、なんか途中通った気がする。俺もね、多分小学校の時にね、家族旅行で一回行ったんですけどね、うん、星野仙一が倉敷なんですよ、うん、で星野さんの確かなんか記念館とかがあって、うん、でそれをなんか目的に家族旅行で行った気がしますね。あれ、あのフィナワさんもですよね。フィナワさんは俺です。フィナワさんもフィナワさんは俺です。稲葉さんね、稲葉さんも岡山県ですよね。そう、稲葉さんは津山。津山か。あ、津山なんだ。え、津山か。K2 です、K2。岡山ってあれですよね、俺。あ、リットレストイボックスっていうバンドを。いや、それこそ津山だよ。そうよね。津山って。すごい好きでした。いや、もう数々の伝説のあったライブハウスで、伝説がいろいろあって、もうここでは絶対に言えないようなことばっかあったから。ダストよく言ってましたよ。いや、めっちゃ言ってたよ。言ってましたよね。うん。リトだってめっちゃ仲良かったもん。そうですよね。うん。俺その辺のなんか、あの、みんないっぱい出てるツアーのフライヤーとかをこう羨ましく眺めてた気がします、ね。20代前半の時、いつかこういうの出たいなみたいな。ああ。うん。ちょっとでもあれですよね。世代が一個上ですか。一個上というか。あ、そうだ、リッドレスとかは俺らよりは1個上。ジェネレーション的な、うん、ちょっと1個、ちょっとあれですよね、うん、まあそうね、うん、あのステレオビジョンとかの、ね、そう感じですよね。もうほんとそんな感じ、うん、普通に音楽の話になっちゃう。ね、ここにはテロップ入れとこうね。僕ら実はバンドマンです。バンドマンです。で、ちょっと、ここからは、マサプルが作ってくれた資料も見ながら。そしてもう、完全に不完全な資料で申し訳ない。いやいや、もう十分でしょ、これ。うん。いや、なんかその、作ってて思ったんですけど、やっぱ、うん、なんつうのかな、こう、比較的新しいクラブですよね。で、すごい健全な、なんかこう、クラブの、が大きくなり方をしてるな、っていう感じがすごいします。だから、なんかその、アルビー目線じゃなければ、うん。うん、今そのアルビと横浜 FC が、まあおそらく横浜 FC が自動昇格すると思うんですけど、もしアルビがそこから除外されてるんであれば、ファジアーノの J1 上がってほしいなと俺は思ってました。うん、それくらい今シーズンいいサッカーってことだ。だし、まあ J1 経験がないんで、クラブとして。そういうクラブに J1 をに行ってほしいっていうのが。ああ、なんかそれはちょっと。うん、ありますね、うん、いや選手も今季はすごい揃ってますよ。なんかそれなりに J1 でもやれそうな気はします。意外と岡山ってガンバに縁のある選手が前から結構いるんですよ、何人も、うん、っていうのもあって、結構何年か前からダゾーンとかではちょこちょこ試合とかもチェック実はしてたんですけど、岡山、うん、結構ね、俺さ、岡山のサポーター好きなんですよ。岡山って最初から J2 で、うん、あの、ね、ずっとそう、今までずっと J2 一筋じゃない。うん。うん、一筋。まあ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 。でも J3 にも落ちてないし、うん、まあそうね。そう、ずっと J2 で戦ってきてる、そういう、まあ J1 に上がったことないっていうチームの中で言うと、うん、結構なんかそのサポーターの厚さとか、なんか統一感とか、結構なんかレベル高めだなーって思いながら、なんかそう、試合とか見てたんで、なんか俺もそういう意味では岡山とか J1 でこれ、あの、見たら面白そうだなーっていうのはね、思ってたクラブではあるですね、うんうんうん。これ一部がいたってことか。そうですね、ゴールキーパーで所属してたっていう。
で、育成出身はちょっとウィキペディアで調べたんですけど、出てこないね。俺が知ってる選手はいなかったです。だってこれ、キーパー、くしびき、一森、ポープ、フリアン、やばいの。結構そうなんですよ、いいですよね。で、あと、俺、この選手をピックアップするときに思ったのが、広島をでプレーしてた選手が結構いて。やっぱ隣だね。うん。だからなんかそういう地域性じゃないですけど、まあ、山陰、中国地方か。だからまあそういうのもあるのかなと思って。それ、浜田瑞稀、ね。浜田瑞稀、今もいますよ。はあ、浜田瑞稀、今、岡山だったんだ、知らなかった。そうなんです。4番ですね、多分。ああ、そうなんだ。はい。浦和関係はあんまりわかんなかった。あと野田かな、野田が一緒だったですね、はい、うん、まあ、まあ、矢島はね、あ、矢島はそうですね、うん、っていうぐらいだけど、あとちょっと前話題になったんですけど、このディフェンス登録で俺記載したのが久木田選手ってのが、うん、あの東大卒 J リーガーだったか、あ、でちょっと話題になってましたね。まあその隣には、うん、岩政選手とか、岩政でも結構なんかそのさっきね出た矢島選手とかもそうだし、あの豊川とかもそうだし、あ、豊川ね、うん、そう、あと仲間、仲間、はい、あの石毛とかもまあ今ガンバです、ね、あ、はいはいはい、そう、あ、そうかそうか、結構岡山ってなんかそのなんか期待されてたけど、うん、ちょっと爆発しきれなくて、でそういう選手が岡山に行ってからこう活躍して調子上げて、うん、また J1 とかに行くみたいな、うん、結構そういうなんか育成っていうとまたちょっと違うのかもしれないですけど、いやでもなんかそういう感じあります、なんかそのあるよね、あの育成型で今でいう育成型で出すなんか水戸か岡山みたいな、うんうんうん、そういうイメージあります、なんかあるよね、あります、そう、岡山に行ってみんななんか活躍してみたいなところはすごくあるから、うんうんうん、だそういう土台はなんかできてるクラブなのかなとは。うん、そうですね、うん。それはありますね。そうそうそう。うん、そう考えると、なんか育成からも、そろそろなんか名の通った選手が出てきてくれると。うん、まあ、そのクラブそのものの歴史が、やっぱりファジアーノってなったのは多分2007とか8とか9とかだったと思うんで、うんうんうん、まあ、歴史そのものがまだ全然十何年っていうレベルじゃないですか。うん、本当にこれからだと思います。そうだね、だって J1 上がったら必然的にいい選手が集まってきますからね、まあそうだね、うん、それなりの選手は来るだろうしね、絶対来ます、うん、もうあと監督がやっぱりあのちょっと俺がデータ化したやつで見ると、うん、途中解任ではないんですよ、ああ確かにね、これみんなちゃんとシーズンやってんだ、うんうん、だからなんかそういうとこも好感が持てるというか、でがたいね、しかも結構、うん、みんなそのなんていうの複数年、そうなんです、それなりに3年4年やってるのかなっていう、うん、え、これ今シーズンも監督は木山監督、あ、今シーズン木山監督です、はい、いよいよ J1 に上げられるのかみたいな、うん、成績だけ見てるとさ、はい、一瞬だよ、一瞬だけど2桁1桁2桁1桁の繰り返しみたいな、うん、そうですね、あるけど、でもなんか8位、あ、まあここ6位か9位か、まあ、基本中盤あたりにいるチームなんだね、本当ね、ただ J2 は正直やっぱりもう毎年その勢力図ってのはもうかなり変わるんで、あ、まあそうだな、うん、だアルビも結局 J2 最初の年17位とかそんなんだったと思うんですよ、2018年かな、うん、去年も6位だったし、でもうその辺はもう、やっぱりどこが落ちてくるかとか、もう結構やっぱ J2 落ちたら怖いですよ。そうね。いや、あり地獄。あり地獄。怖い。だって去年、あの前半戦首位とかにいた琉球が、もう J3、J3 落ちかけてますからね。ね。確かにね。で、松本山川は J3 で、行っちゃったもんね、 4位とか5位の感じなんで、いやそうね、いやだからそのカテゴリーで J1、J2、J3 ってある中で多分一番厳しいのは J2 だと思う、それはね納得です、うんうん、だ J2 あの特にその真ん中あたりがめちゃめちゃ勝ち点近いところにめちゃなんか何チームもひしめき合ってて、本当にあの
5位とか6位かなって思ってたら、ちょっと何週間後かに見たら、え、13位みたいな。そうそうそう。いや、本当そうっす。うん、本当にそう。そう、上のやっぱ、あの昇格する2チーム、3チームやっぱ抜けるんだけど、それ以外のチームがもう団子状態みたいなのはすごいイメージがあるから。そうね。うん、しかも、なんか J1 から落ちたチームが、え、上がってこれないんだ、みたいなのもあるし。いや、今本当レベル高くなってるからすごい難しいリーグだと思いますね。面白いですけどね。面白いし、その、やっぱずっとその代表とかに関係なくずっとリーグが継続されてるんで。それはそれで見てる側からすると面白いです。そうだよね。でもその中でも割と注意的なのをキープし続けてるっていうのはまた、これもすごいね、岡山も。去年からかな。うん。やっぱその外人が、うん。なんかやっぱ J で実績のある選手取ってるんですよ。まあデュークだったり、うんうん、パウリーニョとか。うん、ああ、パウリーニョ。うん、まあ今季だとチアゴ・アウベスとか。チアゴ・アウベスね、うん。やっぱそういう補強にお金もやっぱかけられるようになってきてるんだと思うんで、まあ日本人選手もいい選手いっぱいいますし、うんうん、まあすごい岡山県の野球とかもないし、まあ、バスケはあるんですけど、まあ、岡山を代表するプロスポーツクラブなんだろうなっていう。だからすごい岡山に根付きそうな気がしますよ。やっぱ新潟とかみたいに、他のプロスポーツクラブがすごい人気の方があるわけじゃないんで、絶対的存在っていうのは。岡山はすごいポテンシャルがあるような気がします。なるほどね。うん、なんかあのツアーとかで行ってても思うけど、そのまあ、すぐ隣にその広島があって主要都市じゃないですか、うん、で岡山ってそういうイメージないけど、すごくなんかなんだろうな、人が熱いというか。そうですね。ライブとか行っててもやっぱ岡山のお客さんめちゃめちゃなんか熱いお客さん多いなみたいなイメージがあるから、うんうん、だからなんかそのさっき言ったサポーターの盛り上がり方みたいのもなんかちょっとね俺感じるんですよ。それがそう県民性なのか、うん、だそういったところでは今マサプルが言ったみたいに他のプロチームもあのメインのがないから、うん、こっからその20年30年ってなってくにつれて、うん、なんか強いチームになってく可能性はある、秘めてるなっていうのはちょっと思ってるんですよね、うん、岡山、まあ、そう中国地方ってやっぱりサンフレッチェが一番でかいクラブだとは思うんですけど、うん、まあその鳥取と島根、ね、まあ鳥取はガイナーレありますけど、うん、まあ広島に次ぐファジアーノっていうクラブがね、広島追い越せ、追い抜け、追い越せみたいな感じでいいポジションに今いるんじゃないかなって思います。レノファではなくてファジアーノの方。レノファか、そうか、レノファも一度中国地方に入るのか。一応山口県だからね。そっか、うん、まあ、ガイナーレもあれだけど、うん、そうですね。レノファもいい選手いっぱいいるんですよね。ちなみにガイナーレはほら、岡野のチームだからっていうのもあるから、ね、なんかちょっとその辺は面白い個性のあるチームは結構あるけど、うん、でもその中でやっぱサンフレッチェっていうね、あのでかいチームがあって、うんうんうん、だからこそそのいい影響を与えてるのかもしれないよね、サインの他のチームに対してね、うんうんうん、だからまあそういうなんだろう、広島でそれこそその育成型危険付き移籍とかを、うん、広島がもうてっぺんにいるとしたら、そこからこう岡山なり山口なりガイナーレなりとかに地域でくくった制度とかがあってもいいですよね。あ、なんかね、うん、面白いですよね、うん、まあ、でもしかも隣には一応神戸もあるわけだから。そうなんですよね、うんうん、しかも神戸はね、その母体が因縁のあれですからね。そうそうそう、うん、岡山なぁ。まあ、岡山の、あと、播州地方っていうのかな。はいはいはい。うんね、なんか普通の喋り方が怖いみたいな。うんうん。うん。っていうなんか雰囲気があるからさ。うん、なんか、ね、さっき言ってたその熱さじゃないけどさ、うん、なんかそういうところでさ、ね、そのサポーターがそういう言葉を発してても、なんかそれに対して選手がおっしゃやったるみたいになったりするのかなとか。うんうん、やるんじゃないですか。なんか、うん、なんかね、まあ、昔岡山ライブ行った時に、俺、駅前のロータリーでさ、ジープがブワーって走り回ってて、う
で、ジープの後ろに女の子がずっとこうやって乗っかって、ずっと走り回ってんの、うん。なんか岡山名物だったらしくて。そのジープ自体が？そう、ジープで来ると、なんかその辺にいる女の子が、なんかナンパ待ちかわかんないけど、で、ナンパ成功したらその女の子たちはジープの後ろに買って捕まって、ずっとロータリーを回るっていう。なんだこの街はっていう、なんかそんなイメージがあるんだけど。いや、でもあの、岡山駅周辺の土日の夜は、マジで治安悪いっすよね。そう。悪いっすよね。うん、だあれがスタジアムに来てたらと思うと怖いよね。確かに。本気でやんないと殺されるわ、みたいな。やばいぞっていう。あと、金属バット持って普通に歩いてる人もいたから。やばいっすね。もうだいぶ前だよ。それこそ15年、20年ぐらい前の話だけど。いや、でもそう、でも そこがね、なんかそういう雰囲気がまたなんかでもあの嫌いじゃないっていうか、岡山に行くと。あ、岡山だな、みたいな。そう。で、しかもその岡山弁、あの喋り方も含めて。うんうんうん、いいっすよね。うん。そう、なんで、ちょっとあの、木山さんもあの、去年ガンバがやばい時に、去年じゃその前か、臨時コーチで助けてくれたんで、そういう意味ではちょっと頑張ってほしいなみたいのはありますけど、直接、プレイオフで直接対決とかは絶対避けたいな。ガンバ今何位ですか？今16位、まさに16位。ビリから6なんだ。ビリから2番目。そう、まさにプレイオフの順位です。抜け出したいんだけど抜け出せないんです。ビリから3番目か。そうです、ビリから3番目です。うん、あれですよね、ジュビロ、エスパルス、ガンバス。確かに。うん、そう。えげつないっすね。いや、そうね。えげつないよ。ほんとその通り。マジで、うん、まあでもそういう感じなんで、ちょっと岡山はこれからあの上がってくる可能性のある、ほんとポテンシャルを秘めたチームだなと思うんで、うん、まあ、今後も期待したいですし、うん、まあ、さっきも言ってたみたいにね、育成とかの選手がこう名の通った選手が出てくるようになると、なおさらね、チーム力の底上げというか、やっぱ結局多分 J2 とか J3 のクラブってどこもそうだと思うんだけど、うん、結局育成して J1 に引き抜かれてみたいになっちゃうと、うんうん、せっかく今年調子良かったのにみたいのがやっぱどこも続いちゃうんで、いや、それは本当そうなんですよね、うん、ね、そういう意味ではやっぱ10年15年ってこうチームの軸として戦い続けてくれるような選手をやっぱ作れるかどうかが岡山とかそういうチームはすごく重要になってくるのかなみたいな。まあそうね、うん、まああとはもう本当にそのちゃんとその哲学あるサッカーがやれるかどうかだと思います、うん、そこでサッカーしたいっていうその金額以上の魅力がないと残ってくれないじゃないですか。確かに、うん、まあそんなとこですかね、岡山。そうですね、うん、じゃあいつもの言ってきます。あ、お願いしてもいいですか。岡山最高ってことでいいでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。せいじさんね、今のタイミングで、いや、じゃあ猫がこれ倒そうとしたから猫も最高ってことですね、うん、最高ですね、うん、別に悪い意味で言ってるんじゃなくて、ちょっとバカにしてるわけでもなくて、頑張ったい岡山ちょっと見たいな。J1 で見ましょう、J1 で。俺はもう絶対いいです。J1 で見れたらね。J1で見ましょう。うん、やっぱその、新しい風じゃないですか。J1 経験ないクラブって。うん、それを多分、うん、そろそろ見たいよね。そうです。J のサポーターは多分みんな望んでると思います。確かに。本当そう。うん。そしたら要は、ヴィッセルとの川鉄ダービーも J1 で見れるってことだから。うん、そうですね。うん。そういうのちょっとやっぱりこれから楽しみにしたい。今ほとんどその J1 経験ないクラブで、だ今回のプレーオフに入ってるところだと、まあファジアーノかロアッソじゃないですか。そうだね。うん、うん、うん。ってなったらやっぱどっちかがってほしいですよね。そうだね。まあその他のクラブのサポーターの皆さん、すいません。自分は決まってるからってすいません。確かにいきなり安心感出てる。そうですね、もう安心してますまあそうだね。そうですよ。はい、ということで、今回はファジアーノ岡山編クラブ紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。
待ってるぞ J1 で。